夜お話し会です。予定あって今月は、本当予定頑張ってねか楽しんでねか。でもあれ参加しようと思ってくれてて悲しんでくれてることが嬉しい。来月あったらお話ししようね。こんにちは。今日はハロウィン前なのでいつもと違った福田が見れると思います。はい、あのお話し会ね。眉毛ちょっと熱い。ハートの称号ありがとう。みんな今日は活動してる人が多いかな。日曜日お話し会だからね、ちびまる子ちゃんとかは見れないんだけど、今日その分待って、思ったけど、いや今日コスプレするんですけど、もしかして眉毛の色これじゃなかった？ちょっと待って、よし、ハローありがとう。江戸っ子ほじちゃんハートありがとう。今から締めまでお昼確かにいい時間、お昼、ね、寝てた。でもそんな長時間しないと思う。大丈夫だよ、お昼寝大事。緊張する今日のお話し会、うまくいくかな。ちょっとまあ部によって変えれたら、変える、何部を皆さんが買ってくださってるかによるのでお楽しみになんですけど、ドキドキしてるよ。ヨハングリッター、ありがとう。信じているのは何がある。ヒデさんお化けありがとう。やばい、デコ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 。てかもうお話し会始まってる子は始まってるよね。そういや多分やすげーかわいいのギフト2個ありがとう。あのたぶん1時ぐらいからじゃなかった、2時、なんかメンバーによるんですけど、緊張する、うまくできるかな。終わってる子とっくに終わってる。
終わってる子いい、特に終わってるお話会。12時から2時までだった子とか。8時からの子とかね、いろいろです。12人に増えたのでいろいろ時間帯にもね差があります。国ではないわ。3時、3時やっぱ1時からだったか、合ってるか。1時から3時の子が最初か。確かにちょっと前に終わってる。ゆうかちゃんハートありがとう。あ、そう、夜じゃないの。夕方からまあ夜終わるのは8時ぐらい。ん？でもまあ夜かも。いやまあいつもは10時半とかに終わる、22時半とかに終わる夜だけど、今日はでも言うても8時半だからまあ夜、夕方から夜9時前ぐらいまでかな。8時半、5時半から6時半、6時半から7時半、うん、8時半まで。早めの夜って感じ ?8 時半に終わるから。そう、だいたい利用品は最後のことが多いんだけど、そう、今日はね、夕方夜って感じ。うん、たまに昼も全然あるんですけど。いい感じにね、回ってる。今日は、うわー迷う。ちょっとなんかさ、メイクどうしよう。ちょっとやっぱ赤とか、いやどうしようかね。え、あれ、あんま発色してない。あれ、このオレンジなんだけどあんまり、あれあれ、目の下オレンジだけど全然オレンジないよね。今やばい、目線がめっちゃこっち、カメラ見てた、すごいこっち。え、ってことはさ、際の色、黒い色、色すぎたよね。待って、もっと濃いオレンジ。あー、ドキドキする。無事完成するかな。コスプレ、コスプレ、そんな、なんだ、なんだっけな、あ、なんかあかりちゃんが有馬かなちゃんとか、 それほどではないんですけど、にしてもちょっとじゃあもう赤とかに入れちゃうんだから、黒じゃなくて赤、オレンジ、ちょっと赤、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 
赤くなったか。あ、ちょっとなってる。こっちも。やばい、ティッシュティッシュ。でもなんか涙袋オレンジ発色悪いけど、ぷっくりぷっくりぷっくり的には優勝。ぷっくりとは OK。 暑くて大変。電波のいいところ、ダメなのよ電話。高橋さん、何このギフト、嬉しい、ありがとう。そう、これはもうラジオだと思って聞いてください。高橋さんすごい、ゆかちゃんかわいいね、ギフトありがとう。これ森、熊の森。ああ、ま、髪型熊の森ですか。熊の森、もうちょっとやだ熊の森やばい。 前髪ちょっと待って、本当にまだ完成してなさすぎてやっぱりダメだ。あの熊の森ギフトありがとう、嬉しい。熊の森の大きいギフト、高橋さんありがとう、嬉しい、ありがとうね。前髪でも大丈夫、これは大丈夫なんです。あのお話し会に来る来たは分かるけど大丈夫、わりかしこれでほぼ完成。いや完成じゃないけど、ちょっと今はできない。ちょ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 、あーもうさ、ずっと今日さ、今日じゃない、今週日曜日楽しみに生きてた。日曜日の、今日の日曜日のオンラインお話し会でみんなとお話しできるの楽しみにね頑張ったんですよ。だからすごいね、嬉しい。もう今日起きるとき嬉しかったもん。日曜日来た、待ってたぜって嬉しい、嬉しいぜって感じ。はい、おー、やっぱりさ、マジで無理だわ。ちょっと本当にどうしたらいいんだろう。本当にずっとメイク配信ラジオしか無理って言ってるけど本当に無理だわ。どうしたらいいんだろう。あの映せる場所がない。メイクってさ、高さがいるじゃん、鏡を置ける場所とほぼ同じ高さにスマホを置かないといけなくて、それがとてもね難しくてですね、ずっとラジオなんだけど、だからほぼラジオということで、ちょっと どうしよう。ここはこんなぐらいですね、はい、これがちょっと最大でございます。なんで下、めっちゃ下からアングル、こうやだ、もうマジでダメだ。メイク配信って本当にできない、画角的にこう覗いてる感じ、口です。やばい、イルカちゃんかわいいのギフトいっぱいありがとね、かわいいかわいいかわいい、ほんとに。ニューピーの朝ね、スマホスタンド忘れてた昨日、これユリのスマホスタンドだねって言って、そう忘れてた。ふくちゃん、おかし、電波大事。画角的に本当に終わってる。まあそういうこともあるよね。
つまりメイク配信はやっぱラジオしか勝たんなのよ。髪な、あ、そう、な、長い。これでもね、先月ぐらいに5、6センチ切ったんですけど、長いよね。伸びた。伸びたってもう、いつから伸びたかもわかんないけど、初期と比べるとそれは3年でいろいろ変貌があるんですけど、長いです。1600?これ本当に場所がなくて、メイク今なんとお布団、やばいの、ベッドのお布団まで入れ、今お布団なんか半分に折りたたんでね、ベッドの上に置いてるぐらい、マジでやばい、ちょっと本当にやばい。でも毎回こんないちいち、これからさ、布団重たくなるじゃん、冬になって、いろいろ毛布とか増えるし、やってられないよね、やばい。さゆっちょさん、1600本もありがとう、いっぱい来てくれて、結構大ごと。よいしょこらしょって、はぎ取ってね、それでさ、こんなんだ、それでこんなんで、やっぱもうダメだ、可愛くしてから続けようか、まあこれで頑張るか。やまびこ、お菓子、でも一旦今できるとこはできた。今日はなんかちょっとギャルいというか、ちょっとメイク違うというか、どうしようかな、楽しみにしててね、みんな。日曜日夕方です。元気ですか？元気。ここがちょっと、そのおろし、おろしてるよ、その可愛さが出ていいな。なんかさ、男性の方っておろし好きだよね。おろしっていうか、このなんかあの、ステージのおろしとかそういう問題じゃなくて、配信の時のこのなんていうの、まだ何もしてない、セッティングしてないおろし、男性陣好きですよね。めっちゃ配信で思う、ありがとう。なんか面白い、女の子は結構あの時間をかけて頑張ったツインテールとかが好きだけど、男の人はもうやばい、寝起きみたいな髪好きで、ちょっとそういうのも含めて面白い、楽しいですよ配信。ありがとうね、お察しの通り、やったやった、おろし好きです、ありがとう。はい、大好きです、大好き、ありがとう。たまちゃん、イルカちゃん、かわいい、ありがとう。ちょっとさ、あと10分だけど耐えられないわ、本当に。だいたいメイク終わったから、ちょっと待って。本当に画角が厳しい。待って、本当に厳しい。
やばい、待って、うわお、うん、え、ねえ待って、これさ絶対外カメに勝手になってる、内カメ、え、どっち、待ってね、ねえねえ、これ今どっちカメ、絶対か切り替わっちゃってる、やばい、本当にもうラジオにしたいんだけど、一瞬もう3秒でいいからラジオにしたい、今これ外かな、どっちカメ、どっちカメ、外になっちゃってる、なんで、ちょっとうちにし、どっちにも指があるけど、あ、切り替わった、今どっち、待ってよ、このこっち、あ、うちに切り替わったかも、うわー、来た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 、やばいやばいやばい、待って待って待って、あー本当にやだ、うん、本当に、んでこのリングライトもう固定されないし、ちょっと待ってね、ちょっと待ってだわ、ミュートになってた、まあミュートボタン押しちゃったんだね、多分外カメ内カメとかで騒いでる時、よいしょ、もう終わるんだけど一応戻ってこえました、ちょっとねまだお話し会のためにまだコンタクトも入れてないし髪もしてません、お話し会でお顔見える方お楽しみにしててください、夜、いやほん、いやほん、いやほん、今日暑いね、天気が快晴じゃなくて寒そうな見た目してるけど今日暑い、トゥ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 、ゆかちゃんいっぱい可愛いのギフトありがとう、イエ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 イ、パパパパーン、もうちょいで終わる、そう聞いて、あのね、寝るときにね、寝るときにね、あれしてたの、あの貼るやつ、昨日配信中に撮れちゃった、あの口内炎に貼るやつしてたの、そしたらねすごい、まあ寝てるときってそりゃ一言も喋んないからずっとついてて、まだこのこれ原型もとどめてたんです、すごくない、昨日なんてさもう喋ってる、そらそうなんですけど、前髪もやばい、セッティングしてます、あの喋ってる間に溶け出しちゃって丸い粒が溶け出しちゃったんですけど、こう寝てる時はさ全然唾液にも触れず原型をとどめたまま化粧して、おかげでまだ全然白いぷっくりはあるけど
痛みレベルは100から40ぐらいに減ったの。すごくない？これすごいよマジで。だからまあ今日ねいっぱい食べ物食べたりお話ししたらまたあれにはなっちゃうけど、やっぱ寝てる時に貼るのが一番いいのかもって思った。前髪ここぐらいだったらいける。やばい、なんか今日前髪な長くない？なんでこんな目が隠れてかけてる、見えてる、ここ変だよね。そう、夜の間に、そっか、みんなが夜の間に直してくれたってことだよね、めんべいね。今日前髪長い。今日長い、昨日は結んでたから多分上がってたけど、今日髪を下ろしてるから長い。髪型によります、そういうこと。ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキー、ミッキーマウス、今日楽しみな人、はーい、今日楽しみな人、はーい、私楽しみです、楽しみです、グググググ、私は楽しみだー、楽しみだけど、何部かの方には三部制、1、2部、3部あるんですけど、何部かの方にはびっくりさせちゃうかもしれません。はい、フォローありがとう、ツイッターとかのフォローもお待ちしてます。はーい、あ、嬉しい、はーい、ちょっと楽しみ、ひろがちゃんかわいいの、前髪綺麗だけど長すぎてやべえ。じゃあ終わります。15位ヨハン、14位ヒジ、13位カメレオン、12位スタドン、11位タンポッチャン、10位ヤンシゲアキ、9位ヤマビコ、8位ツヨツヨ、7位アツノリ、6位チビパパ、5位フクチャース、4位カンジュ、3位クッシー、2位タカシタ、そして1位はドゥル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 ン、もう邪魔、イルカちゃんありがとうございます、いっぱいかわいいとかありがとう、にゃんありがとう、にゃん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 、みんなありがとね。じゃあハッピーハロウィンということで、ハッピーハロウィン、お話し会楽しみましょう、バイバーイ。お話し会内容という方は TikTok とかインスタとかもフォローしてみていただけると嬉しいです。じゃあね、バイバーイ。